装もしまして、僕らもね、はい、衣装チェンジしてやってますけども、さあ、ということで4時になりましたので、はい、これから はい、4つ目でありますか、教育テスト、はい、第4回目の教科は、うん、社会です。はい、社会、はい、さあ、ということで社会の方、これからやっていきたいと思います。うん、天の声さん、準備よろしいでしょうか。はい、OK です。ありがとうございます。さあ、では僕たちもスケッチブックの用意をしまして、はい、はいでございます。さあ、では、うん、早々に始めていこうと思います。はい、さあ、ということで社会スタートです。第1問、ででん、ででん、はい、原始時代、塩はどうやって作っていた。ほう、4択問題です。はい、はい、1. 海の水を干した。うん、2. 海水を煮詰めた。うん、3. 海藻を焼いて作った。うん、4. そもそも塩は作っていなかった。うん、いやー、原始時代でしょ。原始時代です。はい、OK でーす。はーい、いいかな、いいですか、皆さん。はい、いいですか。はい、じゃあ一番バカな僕から出し上げますよ。おあ、じゃじゃん、3番は海藻、海藻を焼いて塩を作った。うん、うん、まあ火ぐらいあったでしょ。まあ焼くってことは ね、 ね、うん、あったかもしれないね。うん、でも、うん、何かの上で焼いたり入れ物があったりして焼いてたわけじゃないと思うので、うん、がっつりもう火にかけて昆布でって入れて塩を作ってたんじゃないかなと思いました。うん、なるほどね。まあ、ちょっとね、迷った問題、答えもあったんですけど、うん、うん、そちらじゃなくてこちらにしてみました。なるほど、はい、はい、では、はい、今旦那の、はい、うん、答え、じゃじゃーん、4番、4番、そもそも作られていなかった。おう、調味料の概念とか多分なかったと思う。まあ、うん、だから4番かな。なるほどね。さあ、はい、ではタモ様の答え、はい、デレン、僕も4番ですね。まあでもこれ問題になってるってことは多分あんのかなって思うんですけど、うん、原始時代ってなると、いや、まあそのダイレクトじゃないのみたいな、ダイレクトか焼いてるかじゃないのって思うんですね。保存技術が多分できたのはもうちょっと後な気がするな。ね、お酒作ったりとかね、なんか、まあ、酒っぽいものね、当時の酒っぽいもの作ったりとか、発酵させて保存するとか、なんかそういうのは、なんか塩もね、まあ、うん、あれですから、塩とか胡椒もね、あると思うんですけど、そうなんじゃないかなと思います。はい、さあ、出揃いました。答えをお願いします。はい、答え、ドルル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 ブーコさん、正解です。原始時代では海藻焼き、そうしてできた灰をそのまま塩代わりに作っていました。読み通りですよ。読み通り、そのまま放り込んで炭と一緒にね、塩ができるわけですよ。なるほどね。社会難しいな、これで。うん、僕、旦那に並びましたね。なるほどね。今さん6、ブーちゃん6、俺が7ですね。はい、はい、はい、さあ、分かんないよ、まだ僅差だからね。では、うん、第2問目お願いします。じゃらん、はい、輪
覚寺の名前の由来はどれ？銀閣寺、はい、4択です。4択、はい。1番、はい、金閣寺に名前を合わせた、うん、2番、建築材料の一部に銀が使われていたから、うん、3番、最初は銀箔が貼られていたから、うん、4番、銀箔を貼る予定で作られたから。あーはあ、分かんない。なるほどね。うん、多分これかな。知ってる、京都行った。おー全然わかりません。できた。はい、さあみんなも一緒に考えてみよう。頑張る頑張る頑張る。知ってる、京都行ったわ。さあでは僕も来ましたんで、うん、はい、じゃあ今なんだから、はい、父さん、金箔は貼られていなかった。4番、貼る予定だったけど貼る予定なかった、貼る予定なくなった。銀箔を貼る予定で作られたから、うん、うん、そうそうそう、うん、かな。はい、だけど材料育ててなかった、ね、うん、うん、はい、うん、なんとなく分かりました。はいはい、では次は得点的にいくと僕ですね。はい、では僕の答えでございます。はい、ドン、4でございます。うん、4です。まあ、書いてありますね。うん、もう銀ないっす、ごめんなさい。もう無理っつって逃げていく感じ。かな。じゃあこれね、うん、銀が取れなかったんじゃないかな。まあそれはほらね、うん、うん、うん、ということで、うん、4番のことです。はい、はい、では最後、お玉様の答え。はい、同じく4番。ぜひみんな4番ですけど、うん、まあ、俺も同じ理由ですね、大体ね。経費削減みたいな。まあ、なんか聞いたことあるような気がするし、なんか多分こう、いや、銀貼るぐらいだったらさ、みたいな。金貼ってるやついるし、みたいな。今更銀とか、あれじゃねみたいな。中途半端じゃねみたいな。そこで金かけるんだったらやめようよ、みたいな。ね、大人な思考だったかもしれないですね。うんうん、っていう4番ですね。はい、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 ということで答えが4で出揃っております。うん、答えをどうぞ。はい、答え、トロロロロロ、ダンダン、4番。おーし、よっしゃ。理由は、うん、足利義政は銀箔を貼るため税金を集めたのですが、結局実現させることはできませんでした。あー、そうです、ね、税金がなかったのね。税金なかったのね。あ、うん、当時から税金っていうあれがあったのね。あ、そのね、見えるために使えてたまるだったね。まあまあ、うん、俺はこれを作ったんだぜっていうのがね、うん、大きい知名度を上げるチャンスだったかもしれないですね。うん、からの、ね、さあ、はい、では3問目でございます。はい、はい、3問目お願いします。はい、はい、第3問、敵に塩を送るという言わざがありますが、うん、あれはとある歴史上の人物が本当に敵に塩を送ったことからつけられました。うん、その塩を送った人物とは、はい、4択、はい、1番、武田信玄、うん、2番、上杉謙信、3番、織田信長、4番、坂本龍馬。あれ、俺が思った答えの人がいなかった。あれ、ちょっともう一回聞いていいですか。1番、武田信玄、はい、2番、上杉謙信、うん、3番、織田信長、うん、4番、坂本龍馬、うん、あー、待てよ、
そう、俺が送ったの、そう俺の、うん、俺ちょっとタイムスリップしてをちょっと送ってきたわけ。じゃあこれでいこう。はい、決まりました。はい、いいですか。はい、じゃあタマさんもからいきましょう。いきますか。まず僕の答え、はい、ダダン1番武田さん。武田信玄。武田信玄さん、はい、はい、僕の頭の中ではですね、俺なんか多分ね、なんか社会科でなった時に、うん、先生が豊臣秀吉って言ってた気がするんですよ、うん、でも豊臣秀吉がなかったから、うん、織田信長かなと思ったけど、織田信長はそういうことする人だったっけなっていう中で考えて、うん、上杉謙信はなんかどちらかというとこう、うん、あの何て言うかな、仏の道はみたいなところの、うん、あるのに宗教をね、うん、感じの作りから、うん、そうしそうだけど、あえてここは風林火山さんで行こうかな、うん、みたいな。はい、はい、では次僕から行きましょうか。はい、ベベン2番でございます。おお、上杉謙信。上杉謙信、多分1番に関しては1番と4番あ3番に関してはもっと話が大きくなるはずなんですよ、うん、もっと誇張されていろんな後付けで話が大きくなるんじゃないかなと思うんですよ、うん、あいつがやったみたいなで名前が出てくるはずだと思うんです、うん、4番に関してはまあその前からあったでしょその言葉っていう。おー、そっか。で、行くと、まあ2番の上杉謙信なら、まあやりかねないんじゃないかなって思ったのが2番になりました。はい、はい、では、今旦那の答え、ダダン4番。お、坂本龍馬。お、なぜかというと武田信玄、上杉謙信、信長、まあみんな有名な武将で、その中で一人だけ武将じゃない、維新の時代を生きてきた男。うん、ってことで、この人がちょっと浮いちゃった、しちゃったんで、ちょっとこういう人やりました、うんうんうん。それだけです、理由は。はい。はい。うん。ただ、コンコビの方よくわからなかったですけど、わかりました。はい。さあ、では、はい、答えをどうぞ。答えは答え、はい、それもう言っちゃう。まあまあ、もうやりだったかな。2番上杉謙信です。おー、情けの人ね。そうですね、うん、武田信玄と上杉謙信がそれぞれ軍を率いて戦っていた時、武田派の将がなくなってしまい生活苦になってしまいます。しかし上杉は武士の力で勝敗を決めるべきとして敵の軍に塩を送ったのですそのことです。そうね、はい、4問目にして僕タマ様に追いつきました。おいね、おお、878とやば。はい、内臓がさあそれでは4問目問題お願いします。はい、はい、4問目、はい、次のうち一番長生きしたのは4択です、はい、1番坂本龍馬、うん、2番織田信長、うん、3番豊臣秀吉、4番徳川家康。うん、もう一回、はい、1番坂本龍馬、はい、2番織田信長、うん、はい、3番豊臣秀吉、4番徳川家康。うわ悩むな、これすっごい悩むな。わあ微妙だな。悩むな、これすっごい悩むな。去年いくつかっていう話ですね、うん、去年いくつかってことだもんね、多分ね、もう分かんねえ。多分こっち。人生50年、月天の内を比べればみたいなね。はい。
いやー微妙。はい、オーライ。さあ、では旦那からいきましょう。はい、はい、はい、じゃさーん、じゃさーん。4番徳川家康、はい、理由はまあちょっと歴史的に結構一番名を教えた人なんで、うん、まあ、豊臣秀吉、豊臣秀吉と迷ったんですけどこっちを選びました。うん、はい、うん、ではそのまま流れでこっちでいきます。うん、玉様から。じゃあ私ね、はい、僕も同じくダダン4番、徳川家康。この時代にはもうなんか多分ね、なんか落ち着いてたんじゃないかなみたいな、長生きしたんじゃないかなみたいな。でもたまにね、武将でもなんか病気とかで、うん、ちょっと亡くなる人がいるので、うん、もしかしたらちょっとね、危ないっていうのはあるんですけどね。はい、はい、以上、現場からでした。では最後、じゃん、僕も4番です。おー、いやー3番と迷ったんですよ、確かに。まあ、いや絶妙なところ、絶、本当に絶妙なところかなって思ってて、豊臣よりは、あ、ん？ 3 番が？ 3 番が豊臣秀吉、うん、4番が徳川家康、うん、徳川家康の方がお金持ってたかなっていう、医療費にかけれたかなっていうところかな、で決めました。さあ、では答えをどうぞ。答え、おっ、ルルルルルルビビン、ビビン、4番。おお、おお、なぜでしょう。坂本龍馬はわずか31歳の若さでこの世を去りました。うん、若かったですね。信長は本能寺の変により49で、うん、秀吉は62歳でした。うん、そして、うん、家康は75歳まで生きたのでした。はあ、うん、ちょっと迷ったね、やっぱり3と4は。うん、一応激動のね、あの坂本龍馬さんはね、なんかそういうのがあったから、坂本龍馬は早かったっていう記憶もあったし、織田信長は人生50年って歌っちゃったし、もっとおじいちゃんってあと2人だよなみたいな。はい、秀吉さんね。さあ、ということでラスト社会問題でございます。はい、社会のラストお願いします。はい、はい、社会のラスト最後です。はい、明治時代の初期にベストセラーになった書物は、4択です。はい、1番福沢諭吉の学問のすすめ、うん、2番夏目漱石の我が輩は猫である、うん、3番太宰治の人間失格、うん、4番芥川龍之介の羅生門。明治時代の初期にベストセラーになった書物です。うん、明治初期、ざん切り頭の叩いてみれば、ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする。そして明治に入って初めて牛肉を食べるという文化がね、うん、いた頃にベストセラーした人。はい、さて、もうあの4択も1回いいですか。はい、はい、4人誰でしょう。1番、はい、福沢諭吉学問のすすめ、2番夏目漱石、我が輩は猫である、3番太宰治、人間失格、4番芥川龍之介、羅生門。はい、さあ、揃えましたでしょうか。はい、はい、では僕からこう順番にいきますよ。はい、僕は4。はい、羅生門。うん、なんとなく正直言って1と迷いました。うん、まあでも羅生門の方がちょっと時代を感じるかなと。うん、学問の進めに関してはもうちょっと後じゃねえかなっていう。はい、はい、思いました。はい、玉様の答え。はい、僕は1番。
おでん。まあ福田さんなんですけど、まあ、僕もちょっとブーちゃんと同じで4番のナショウモンと迷ったんですね。だからナショウモンってほらあの追いはぎのねこう、うん、あのちょっとまあ物語っていうかまあそういう死体からこうね女の髪をこう盗んでるおばあさんの身ぐるみを剥いで逃げるみたいなね、なんかそういう時代背景がもうそういうちょっと前の話だから、まあ、明治に入ったらなんかそういうのあんのかなみたいなちょっと匂わせるとこもあるんですけど、うん、であと2人はあの近代文学の人なんで、うん、夏目漱石とかはなんか多分違うかな、太宰治さんとかもね、ちょっとあちょっともうちょっと新しいかなみたいな、大正ぐらいの、うん、明治か後半から大正ぐらいかなみたいな、なので1番という、はい、結果になりました。はい、はい、では最後、今旦那、答えをどうぞ。ダサン1番。おっと、分かれた。んゆきさん、うん、うん、歴史的背景の人物で古いぞ。一番古い人だから。うん、うん、さあ、答えが出揃いました、うん、これで、また順位が変わるのか。ここ2人がもう分かれちゃったので、うん、2人分かれちゃったので、どっちが正解でどっちが覚えていくかっていう、うん、僕が正解であれば1つボーンと抜けます。玉様が正解であれば僕は旦那と並び玉様は1つ上に行くっていう状態になります。はい、うん、さあそれでは答えをどうぞ。はい、答え、はい、トロロ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 デデン1番。よっしゃやった、並んじゃったよっしゃよっしゃ、並んだ。タマさんのトップですか今。私トップですね。たぶんあれですよね、理由は出版の時期の問題ですよね。我が輩は猫であるは明治の終わり、うん、はい、人間失格は昭和の初期、羅生門は大正初期の作品です、うんうん、4作品とも日本の純文学を代表する作品ですが、うん、それぞれ制作の時期やヒットした時期はバラバラなんですということです、うん、へえ、そうなんだ、うん、いや近い時代ではあるから難しい、うん、難しいですねこれね。なか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 の問題でしたよ、うん、はい、ということで、はい、4教科終わり、はい、残すところあと1教科ですけどね。そうなんですよ、ね、数学が残ってるんですよ。数学もね、苦手なんだよな。ただ、今タモ様がトップ1ポイント差で走っております、うん、はい、僕と旦那が並んでしまいましたので、はい、これはもう団子状態と言っても過言ではないから、あー、もう救われるか救われないか、うん、だ守りきれる5問しかないので、うん、そこでどう攻防戦が起きるかというところですね。そうですね、はい、一応バカだけど一応ついててますからね僕英語はあんなにおもろで狙っていきましたけど、ゆうちゃん俺も1点差ですからね、これね接戦さあでは、次はラスト、うん、数学、うん、算数数学を、うん、やりたいと思います。はい、もうなんか今までの問題の中でこれ絶対確実にこうだっていう自信持っていたのがいくつあったろうみたいな、うーん、まぁ、あ、ちょっと怪しいですね、うん、これかもしれないなっていうことばっかりですね。さあでは7時に数学をやった後、うん、その後すぐですね、うん、結果発表をした後、うん、最下位には罰ゲームがございます、うん、はい、お楽しみに。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 それでは社会編でした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。